よいしょ。また今年も蜂の巣ができてますね。いやー、まいっちゃ。どうも、ブヒケンです。本日は火曜日。昨日の定休日は、クーちゃんと遊んでおりました。まあ、定休日といってもね、毎日定休日みたいなもんになっちゃってるんでね、まあ、緩やかな時間を過ごさせていただいております。はい。まあ、ちょっとね、それでも一応ね、生活リズムを崩さないようにね、生活しております。早めに寝て早めに起きて、そして毎日ね、とりあえず何かやってとりあえず何かやってで、まあ合間合間でね、病院の準備とかいろんなことをやったりとか、そんな毎日をちょっと過ごして入院日を迎えたいと思っております。まだ怖いんですよ。怖いんですよ。すごい怖いんです。できればなしになんねえかなとかも思うんだけど、そんな奇跡は起こらないのでね。まあ今日もちょっと地味にやっていきましょう。サビ止め入れたんで、ちょっとサフを入れるために足付けしていきます。はい、サフ入れました。ガンのお掃除も終わったので、ちょっとここで乾くのを待ちます。すげえ、いきなり大雨。さっきまでいい天気だったのに、あらら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 、やみましたね。さて、乾いたからちょっと今度はこれを成形して色を入れていけるようにしていきます。ちょっとやってみます。とりあえず山盛りに今フレーク、シルバーで塗った上からフレークを山盛りで乗せました。ちょっと乾くの待ちます。お掃除します。はい、一応塗り終わりました。光っちゃって分かんねえな。この中だけちょっと影の影っていうか、なんつうか、ちょっと黒くし、真っ黒ではないんだけど黒くしてみました。これで最後にクリアを入れれば、よいしょ、OK なんですけど、わかるかな、この縁だけシルバー、ラメラメシルバーで、中は薄いブラック状態、ちょっとわからんな、明るくて、あ、ここでわかるな、こんな感じになりました。なんとなくね、あんまり変に凝った塗装とかよりもこういう方がいいかなって思ってね。で、最後のクリアをちょっと入れましょうか。ちょっと乾かします。ちょっと待って、室内に入れるか、猫にまた落とされると嫌なんでここに置いておこう。はい、クリアも入れ終わったので、またここでちょっと乾燥させます。おっと、本当は外に出したいんだけどね、猫がピョンって来るから、うん、ちょっと置いとこう。